タタ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 もうマリッチブルーだったね。あ、マリッチブルーって結婚式の前のブルーのことなの？え、じゃない？いや、あーちゃんの場合マリッチレッドです。完全にレッドでした。あれはブルーなんて生優しいもんではない。まあね、8月はね、動画毎日投稿しばなんチャンネルもやりたかったところではあったんですけど、結婚式の準備があったからもう更新頻度とかも落ちちゃって、みんなをね寂しくさせちゃったと思うの。まだかな、まだかな、しばなんチャンネルはこんにちはって待ってたと思うの。だから本当にお待たせいたしました。ということで、みんなにね、どんな感じの式をしたのかっていうのを皆さんも一緒にね、この映像を見て、わーよかったねーって言ってもらえたら嬉しいですね。はい、それでは結婚式当日の様子です、どうぞ。はい、見てください。このような感じで花嫁、着替えが終わりましたので、これからうーくんと対面でーす。あーうーくんだ、かっこいい。うーくん、かわいいね、あーちゃん。結婚式のメイキングみたいな感じだね、これ。結婚式ってみんなには綺麗な部分しか見えないけど、裏側こんなだよって感じ。そうですね。緊張するね。いや、今めっちゃ緊張してます。そうだね。でも楽しみたいよね。そう、楽しむことがやっぱ一番なんでね、みんな。緊張するけどな。緊張しすぎ、うーくん。誰が撮ると思いますか？いや、ミキポン。ミキポンでしょ、ミキポン。あー、やりそう。絶対そう。
はい、絶対映さないとダメだから。俺任されたんだ。ほら、ね、違うと思う。いや本当やめてそれ。つい人として軽蔑して。山本さんもいらっしゃいます。本当にお前変な声出すな。いやいや早くブーケ。もう今説教後で後。早くブーケ早くブーケ映さないと。ブーケブーケ。いや終わっちゃうじゃん。早くブーケじゃん。カメラ止められないじゃん。ブーケが早く。ブーケが早く。なんかちょっとやりすぎてるよね。自分でやったんですか。これやったん。あのそうなんです。悪目立ちしようとしてるな。悪目立ちじゃない。癖だな。登録者伸ばそうとしてます。今日登録者伸ばそうってそんないないやん。そんないない。そのために来てんの。今日ここで売れようとしてます。今日勝負かけてます。今日勝負かけてブブーケ。さあもうしばらく投げる。さあもうそろそろ投げると思いますよ。あバカバカ本当にダメ。ブーケマジで。で絶対重要だからこのシーンだけは。あーかんじゃん。おおおマジ。誰？すごい。あんな感じなんだ。すごい。あれの同級生。すごい低空飛行だったね。やらせみたい。やらせみたいだったね。仲いい子に渡る。糸がねなんかねついてるみたいな。やらせかなって思う。え男性よ。男性。下にはチップマンお願いします。近寄るんだよ。せーの。おい。どっちだよ。やばいでしょ。こんにちは、東海オンエアのしわゆうです。どうもこんにちは、あやなんです。やばい、披露宴だ。ウー君は？てかウー君は？え、ウー君何してんの？起きなきゃ。せーの、おいっしょ。ウー君何やってんの？なんで出ないの？ウー君。おい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 、会場に来たはいいものの衣装がねえよ。ご年長の方を差し置いて、花川先生はございますが、ご指名よりお祝いを申させていただきます。あとどうぞお二人はお座りください。新郎のゆずけ君とは去年前に知り合い、一緒に動画を撮りました。その時のことは今でも忘れません。とんでもない天才を見つけてしまったと衝撃を受けたのを覚えています。その後、投稿を表すまでは日本のトップ YouTuber となりました。さらに嬉しいです。新婦の綾菜さんとは本日は初めてお目にかかりましたが、誰かが優しそうと人柄が感じられ、楽しそうな YouTube を支えてくれると確信しております。お二人とも夫婦の YouTuber ということで、世間からの風当たりはものすごいことだと思います。ですが夫婦されてもいつまでも冷めない熱々な夫婦でいてください。少々長くなりましたが、これで申しまして私からのお呼びさせていただきます。ゆうゆうまゆうさん、本日もありがとうございます。あ、ちょっと失礼します。あなたそのスクールの内蔵ですか？
良ければ、ちょっと、ならびに、大好きにしていただいて皆様、もう本当に、おめでとうございます。非常にやりづらい、この、立ち位置というか、なんですかね、こう、あらかじめ、この、やりたくなめられないだけの話でありつつ、頭の硬いものにも、ちゃんとできるぞっていう、こう、アピールが、できるような、いいラインを、攻めていきたいなと思うんですけども、本当にありがとう。パパとママには今まで本当に
保育士を突然辞めて千葉県で岡崎に住んで YouTuber になると言って帰ってきたりとか、今度は突然坊主になって帰ってきたりとか、本当に私にはびっくりさせられっぱなしだったかなと思います。本当に2人のこのバランスのおかげで私は今本当に幸せな人生を送ることができています。本当にありがとう。そして妹のヒロ、本当にずっとちっちゃい時から私大好きで、本当に可愛い妹でずっと大好きです。ヒロもいつか結婚して幸せな家庭を築いてほしいなと思っているので、絶対にいい人を見つけてね。そして、ここにいないんですけど、てっちゃんに私はちょっと感謝の気持ちを言いたいなと。こんな感じで私たちの式の様子でした。こっからねまた普通に YouTube の活動を活発にさせていくので、今後もよろしくお願いします。ということでね、本当に結婚式に遠路はるばる来ていただいた人とかね、 YouTuber で忙しいのに来ていただいた人とか、普通の友達、本当に来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録、スマホの方はこちらから、 PC の方はこちらからよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。